それではですね、いよいよパソコンも一通りパーツを付け終わって組み終わったところなので、キーボードとマウスをつなぎまして、ディスプレイもつなぎまして、動作確認をしていきたいと思います。それではスイッチを押していきます。お、オレンジに光った。あ、こっちもオレンジに光りました。あ、こっちもオレンジに光ってる。ファンが回り始めまして、このディスプレイはもともとレスポンスの悪いディスプレイではあったんですけれども、どうでしょう、大丈夫かな、グラボはちゃんと動いてるんでしょうかね。あ、来た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 来ました。 ASUS In Search of Incredible。 今こちらに出てきました。 A770 Intel Core i3i7 6700K、 メモリーが 32GB、 USB デバイスです。トータル0ドライブ、1キーボード、1マウス、0ハブ。 SATA ポート1が、パイオニアのブルーレイで、 SATA ポート2が、東芝のハードディスク。プレス F1ダントゥーセットアップと書かれていますので、 F1 を押していきます。大丈夫、反応が、お、来た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 、来ましたね。これこれを見るとですね、マザーボード、CPU、メモリー、それと、ブルーレイとハードディスク。で、このファンはですね、回ってるのが今4つですけれども、たくさんついてるファンのうち3つはケースのファンコントローラーにつないでいるので、マザーボード上で認識してるのはこの4つ。そしてですね、今回の目玉商品である、インテルの 400GB の SSD、 こちらもきちんと認識をされております。というわけでですね、ちゃんと電源が入ることが確認できましたので、次は、OS をインストールしたいと思います。マザーボードの USB ポートに USB ドライブを接続しました。まあ、Windows 10はですね、小さい箱の中にUSB が入ってるんですね。Windows 10の USB ってこんなに小さいもんなんですね。いやー、これはめくるんですね、きっとね。これはこの辺でいいんでしょうかね。この辺でいいと思います。刺していきます。で、次にですね、システムを起動しますと書かれていますので、電源を入れましょう。起動時に F8 を押しって書いてありますね。起動時に F8 を押し。F8 を押します。F8。あ、出ましたね。画面が、このようにですね、画面が出てまいりましたので、こちらから選ぶと。ですね、Windows がですね、認識されました。何なのかよくわかんないですけど、大丈夫だよな。今プロダクトキーの入力に進んでいきました。ここでようやくですね、 Windows のインストール場所を選んでくださいという表示が出まして、この合計サイズが 1863GB と 372GB があります。今回インストールするのはこちらのですね、インテル製の SSD400GB の方なんで、おそらくはこの下のですね、ドライブ1の 372.6GB の方にインストールすればいいんだろうと思います。それでは次に進んでいきましょう。どうでしょうね、この
USB 3.0 とこの最新式 SSD の組み合わせは早いわけでもないのかな。どうなんでしょうね、まあ、この時点ではちょっとこのパソコンの速さを評価するには至りません、まあ、インストールの時点ではちょっとパソコンの速さの評価っていうのは何とも言えないですよね。どうなんだ、早いのかなこれは。すぐに使い始めることができます。何なんでしょうか、ね、とりあえず設定はカスタマイズしておきましょうか。あ、早いんじゃないか、早いような気もするけどどうでしょうかね。この PC を使うのは誰ですか。もちろんインターアーバン6304と入力します。はい、それでは次に行きましょう。こんにちは。こんにちは。PC のセットアップをしています。そうですか。しばらくお待ちください。じゃあ待ちましょうか。さあ始めましょう。お、始まりました。まあさすが自作パソコンだけあってですね、何にもソフト入ってないですね。まあ当たり前ですけれども、まあ、それでもちゃんと動いたっていうことで良かったなぁと思います。まあこれだけではなんともね、早いとか遅いとかは分かんないですよね。何も入ってないし、まあ、早いような気もしますけどどうなんでしょう。まあ、というわけでまあとりあえずですね、パソコンが無事に立ち上がりましたんで、まあ、今度は裏の配線とかですね、そういった部分をカスタマイズしていきたいと思います。